パートで働いてたんですが、人間関係で過呼吸になりました。ほうほうほう。レモンちゃんいらっしゃい。彼女がね、付き合ってくれてるんですよ。うん、ありがたいことに。やっぱ一人だとモチベーションね、なかなか上げづらいっていう部分あるから、一人でもやってるけど、彼女がいた方が楽しいですね。青春ですかね。彼女は僕の配信とかをずっと支えてきてくれてるんで。行きたくないから行かないでいる。やめた方がいいかもね。やめた方がいいかもしれないですね。おー、パプニカの方位当たりました。パプニカの方位、下当たりました。やったー、めちゃめちゃ強いやつだ。無料ガチャでパプニカの方位、下ゲットです。やったぜ。大魔導士の目覚め。これはすごい。これはすごい。おー、いいね。おい、うんちちゃんいらっしゃい。いつもプロってんな、お前。まあ、リスナーさんとの約束果たしたんで、プロ名乗らせてもらってますね。はい、さようなら。行きたくないものを無理やり行こうとするのは無理だと思うよ。人間関係崩れてるから行きたくないわけじゃん。だから自分に合う職場を探せばいいんだよ。正社員じゃないんだし。と思うよ、俺は。パートなんか腐るほどできるわけだから。無理なんだ。まあ退職届は普通に書いていいと思うけど、書かないとダメだけどね。それを伝えればいいんじゃないかな。もう行きたくないっていうことを、理由を、ちゃんと。今いくつなの、ガチャヒロさんは。パッとやってパッと、別に一瞬で終わることだから、嫌なことなんか。気持ちはわからんでもないけど、パッと書いて、パッと終わらせちゃうっていうのは気持ちが楽になると思うよ。おー、サボちゃん、久しぶりだ。サボちゃんいらっしゃい。ハートありがとう。忙しかった？最近来なかったじゃん、サボちゃん。ハートありがとう、サボちゃん。いつもありがとう。仕事？仕事サボってないじゃん、全然。サボちゃんなのに。仕事サボってなんぼでしょ、サボちゃんは。会社専用の退職届。45か。会社専用の退職届。まあ退職届は書いていいと思うよ。一応ね、お世話になったわけだから。ちゃんと辞めるなら辞めるでけじめつけた方がいいとは思うよ。俺は。行きたくねえもんはしょうがないじゃん。行きたくないんだからさ。辞めていいんだよ。ただ、まあ、なんつうの。自分の心のしこりがないようにね。自分の心にしこりが残ったら意味ねえから、やめるならやめるでパッとやめると。嫌なことをね、後回しにしてると辛くなるのは自分だからさ、でしょ。その嫌なことは全部取っ払っていくのがいい生き方だと思うよ。別にやめることにグダグダ言わないからさ。嫌なことなんか一瞬で終わるんだから。手続きなんかすぐだから、嫌なことから逃げてても嫌ねえ、いいことないっすよ。だパッと終わらせちゃう。自分で決めたことは自分でけじめつけないさ。前に進めないじゃん。
こんなもんすか、アドバイスできないけど。銭湯行ってきたけど、明らかに腕太くなってたわ。明らかに腕が変わってた。わかるね、自分でわかるぐらいになってきたね。肩周りが全然違う。ここがやっぱあれだね、鍛えるっていいですね。汗かくと気持ちいいよ。すっきりするよ。風が気持ちいい、この時期は。のんたんまだ眠くない？カラオケ行きたくない？カラオケ行きたい。カラオケ行かない？え？やめとくか。公園行って歌う？公園行って大熱唱する。安定の50。いやいや、全然安定じゃないわ。俺安定の100だわ。うん。100から200だわ。土日はかそるんだよ、ふわっちは。全然安定してないよ、今日は。Thank you.
今日は一日中 YouTube で優雅と便所太郎の動画ばっかり見てた。揉めたの？結局。どういう感じなの？俺はないなと思ってるから、あの件に関しては。まあ俺は別に結賀さんにがっつりね、言いたいことを言わせてもらったから何もないけど、何もないけどね。はい、あれ？綾香サムネ変えた？綾香ワード2待ってたよ。花火ありがとう。一触即発だったからね。おお、美咲ちゃんワード2。いらっしゃい。バーガープレゼントありがとう。ユイガさん、試合放棄って本当なんだね。ショックだわ。揉めたよ、それで。さっき電話、なんかお前の家乗り込むとか、もう喧嘩になりかけたんだよ、さっき。何時間前だろう。YouTube に動画残ってるよ。大喧嘩ですよ。納得いかないっつって。トツかけて。まあ、どんな理由があっても、男がやるっつったことはやんないとかっこ悪いよ。あやこさんから花火いただきました。ありがとう。いきます。あと YouTube 見てごらん。電凸残ってるよ。ぶち切れちゃったよ、久々。まあ、後でメールで謝っといたけど。いやー、クズっていうか男気がないよ。さすがにかっこ悪いよ。ちょっとがっかりした。ちょっとあれはないなと思ったね。試合放棄したね。まあ、ちょっとな、ここまで人がね、動いてて、これはねえよな。言い訳になってないでしょ。さすがに言い訳になってないっすね。
そういうのをちゃんと果たす人だと思ってたから、うん、なんか金のことで揉めたって言ってるけど、さすがにそれ違うんじゃないかなって思う部分はかなりあったね。俺はね、残念だったよ。正直。がっかりしたね。まあしょうがないよな。うん。逃げる口実が欲しかったなのかな。でもちょっとないなと思ったよ。今何してんの？アナリティクスを登録してるね。Google アナリティクスって言って、サイトの、なんて言えばいいのかな。サイトを設定してるって感じかな。金はいらないと言ってたが、便所は儲けるのは許せない。多分そこだろうね。体重ね、さっき測ったら77.7だね。絶対バックレるのか、パイセン。まあ、バックレでいいよ、場面と。ダメな場面あると思うけどな。やっちゃダメだと思うよ。代わりに誰がしたい？それは分からん。便所太郎さんに聞いて。それは。イベント見に行きたいな。見に来てよ、全然。限定グッズも販売するし。全然応援しに来て、生で。これだけのボリュームだったら5000円は安いと思うよ。もう生主好き、ニコ生好きとかさ、配信好きだったら絶対見に来ないダメでしょ。ツイキャスでも何でも。にわかになっちゃうよ。だ、D プラスだってさ、やっぱ生で行った方が面白かっただろうし、こういうのっていつダメになるのかわかんないから、早めに行った方がいいと思うよ。自分の思い出になると思うよ。身長171か2ぐらいですかね。テルジャンピーとあんま変わんないですね、身長は。多分、チャンピンの方がでかいのかな。身長はチャンピンの方がちょいでかいぐらいかな。172だっけ、あいつ。体重では有利なんですけど、その他は全部テルチャンピンが有利だって言われてますね。便所さんは大手じゃない？便所さんは大手だと思うよ。
はい、ワト2、リオンさんいらっしゃい。タカヤンこんばんは。いらっしゃい。やっぱりさ、責任は果たさないとさ、男なら。自分からやりたいって言ったもんなわけですよ。自分からやらせてとかやりたいって言って、相手がそれに応えたのに、それを放棄するっていうのは男じゃないと思いますね。だったら最初から持ちかけるべきものじゃないと思うのよ。でしょ。指名されて承認してやっぱりキャンセルしたのかと思った。違うよ、ゆいがさんからそもそもの企画は始まってるんだよ。ゆいがさんが便所太郎さんにリングで殴り合いたいってお願いしてるのが始まりだよ。でリング用意してくれってお願いしたんだよ、ゆいがさんが。そしたらなんかマスコミ呼ぶなんて聞いてないとか、なんか金儲けがどうのこうのとか言って、あんだけの会場借りるのに150万ぐらいかかるわけよ。興行にするのは当然だと思ってるのね。テルジャンビに勝てるようにトレーニング頑張れ。頑張れよ。今回の参加予定者はみんなトレーニングしてるのに、ユイガだけは何もしてなかったぞ。まあ、それはいいんじゃん、別に。それは別に俺は、とやか、選手のことに関してはとやかく言うつもりないね。勝てばいいわけだから。男として、まあ、人としてだよな。もうだから、もう、なんつうの、呆れるレベルだよね。かっこいいなと思ってたのが、普通に呆れるレベルまで落ちたから、かっこいいと思ってたのがクソダセーに変わったから、期待裏切らないよね、本当に。普通なかなかなくない？この人かっけえわーと思ってたのから、たった一言でクソダセーなこいつに変わるのって。めちゃめちゃだよ、本当に。マジで結構ないと思ってますね。なんか家に乗り込んでくるとか言われたんで、もうかかってこいよぐらいまで言ったんですけど、もう結構、もう日が変わっちゃったけど、まだ来ないですね、パイセンは。パイセンは まだ来ないですね、乗り込むって。試合できない体にするって言ってたんだけど、来ないのかな。いや、ないでしょ。人としてないわ。初めからやる気なかったんだろうね。交通費がない。知らないよ、そんな。一度逃げたらもう何も怖くない。いやー、でもなんかがっかりに近くて、すごくがっかりに近いっすね、僕の感情としては。便所さんに戦い挑んだ時点でかっこいいと思っちゃってたんで、まあ期待した俺がバカだったね、本当に。期待した自分がバカだったね。まあ一生言われんじゃん、ヘタレだって。言われてるか、すでに。いや、だろうね。ここまで大きなことになるとは思わなかったんだろうね。やっぱり優雅だなって感じ。便所太郎さんから電話来たもん。いいよ、ほっといて。あんな骸骨ほっといていいよ、つって。
今回のイベント、アウトロー殺し。だってさ、こんだけさ、いろんなところからさ、募集してんのに、アウトロー系が一人も出てこないじゃん。なんなんだろうね。俺最強系、全然出てこないの、なんでなんだろうね。台本のつもりだったんだろうね。だから台本ないと何もできないんだよ。ねえ。どうもどうもいらっしゃい。中村さんいらっしゃい。何の話？便所太郎さんのイベントの話ですね。マキルさんワード2。いや、ビビリとまでは思わないけど、なんかいい機会だから出たらいいのになぁとは思うよね。俺最強って言ってる人は、なんかいいじゃん。いいじゃん。最強証明できていいのに。試合で出て負ける方が全然かっこいいと思うよ。全然まだかっこまだね、かっこいいとは思わないけど、まだマシっていうぐらいでしょ。おやすみ、ゴルゴ。せっかくね、公開で殴り合いできるわけじゃん。こんなチャンスないでしょ。やることに意味、そう、俺は全然あそこのリングに立つっていう選択をした結賀さんがかっこいいと思ってたから、俺だって便所太郎さんと試合組もうって言えないもん。あんなさ、ゴリラじゃん、便所太郎さんは。顔は鶴瓶みたいな顔してるけど、ゴリラだからね、あれ。勝てるわけねえよ。でも、自分の精神鍛えたいからって言ったわけだ。期待した俺がバカだったよ、選手も。意地もプライドも見栄もない男は最低だよ。ある意味便所が空気読めなかった。どういうこと？おい、マチルダいらっしゃい。ワタツ。いや、もうバック出ること分かってたんじゃないの、便所さんは。だからまあ、ほっといていいよって言ったわけだろう。俺はそれでも戦ってほしかったけどな。正直言えば。はぐれメタル。便所太郎さん、結賀さん以外だったら誰やるんだろうね。誰だろう。どうするんだろうね。別で戦う？ああ、って言ってたらしいよ。でももう、そんなのさ、
別で戦うっつってもさ、もうみんな呆れるのは事実だよね。うん。それそうじゃん。なえるのはなえるでしょ。横山みどりはやらないんじゃないかな。みどりさんでもガチで戦ったら強そうだけどね、体格いいから。コマティンは盛り上がんねえだろう。コマティンかよ。盛り上がんねえ。コマティン？何この。コマティンかよ。がっかり感が半端じゃないんだけど。一応リングには上がる？いや、言ってるだけじゃん。もう前例作っちゃったわけだから、信用されなくて当然だと思うよ。いや、コップもないわ。あー、石川紀之は盛り上がるな。みどりさんは良くないでしょ。誰も聞いてない情報ありがとうございます。まあ、みどりさんはちょっと大物すぎるかな。みどりさん呼べたらすごいけど、ちょっと大物すぎるかな。柏木もうやってないですね。柏木引退しちゃって、全然消息不明ですね。ああ、ちゃんまんは盛り上がるな。ちゃんまんとか、のりゆきさんだったら、ゆいがさん抜けてよかったみたいになるんじゃないの、空気的に。対戦カード一番熱いのが今んとこセブンとか3倍目ヒカルとか、金杯さんになっちゃったね。いや、ゴロリさんじゃ無理。ゴロリさんじゃ無理よ。まあでも、シークレットバトルもあるし、ねえ、どうなるかだよね。当日発表のシークレットバトル。俺聞かされてないから。あー、香川さんか、ギャラ、いやー、香川さんプライドあるからやんないと思うよ。香川万博あるから。香川さんは出ないだろうね。ロハコさんは俺のセコンド。鶴之進さんはやるかもしれないけど、どうなんだろう。客がそれを求めてるかどうかな。便所さんと対戦する必要ない。あ、じゃあ便所さんはプロモーターに回ると、完璧に。トム。 おはよう、おはよう、いらっしゃい。お前、縄を抜けたのか。おう、喧嘩売っていいんだろう。やるよ、おい、強いよ。戦えねえわ。戦え、殴れねえわ、あんなの。トム VS ポンちゃん。香川さん、ユイガの代わりなら断る。まあそうだよね。プライドあるしね。ここまで盛り下がったら。のんちゃん、これ洗ってくんね。ありがとう。しこ。いやー、がっかりだよ、本当に。めちゃめちゃがっかりだよ。いい企画だと思うんだけどな。普通にいい企画だと思うよ、今回は。トムに話持ってったらやるって言いそうで怖いよね。 トム結構強気だから、精神力強いからな。やるよ、俺出させろよとか言いそうだよね。よっさん VS 石川紀之、これはめちゃめちゃ、あ、ちょっと待って、今日さ、新年会で誓約書書いた時よっさんいたよね。え、ありうるか。そういえば今日さ、便所太郎さん、よっさんと一緒にいたよね。え、ありうるか。森吉、え、よっさん出てくる？森吉ゆきの可能性あるんじゃねえの、もしかして。やべえ、ちょっと熱くなってきた。ありがとう。プロモーターとして動いてんじゃないの？ 杖ありでいいから戦ってほしいよ。 杖ありでいいから。で、石川紀之さんは特別に包丁を持っていいから。 包丁を持つと安心するらしいじゃん。包丁と杖で行こうよ。包丁と杖。
包丁持つと落ち着くんだもんね。あり得るんじゃないの？ 警察呼んでーって。リングで聞けるよ。警察呼んでーって。いや、もうありでしょ。よっさん、よっさん俺間近で何回見てるけど、あれ杖ありじゃないと勝てねえぞ。サバイバルナイフね。バールとピッケルでもいいしね。バールバーサスピッケルもいいよ。ドアどっちが早くぶち破れるか対決。リングにドア用意して。開けろや、開けろやーっつって。ストリートファイター2でもさ、車ぶっ壊すステージとかあるじゃん。樽 壊すステージとか、ああいう感じでエキシビジョンマッチ。いやー、楽しいでしょ。 超盛り上がるでしょ。いや、声出して笑うよね、本当に。野田レフリー。レフリーはちゃんとした人呼ぶらしいよ。プロの人呼ぶって。結構大物に声かけたって言ってた。なんか、プロの格闘技戦とかでも出てる人を呼ぶっつったから。便所さんマジだからね。 すげえマジなメンツ集めてるから。野田 VS ランハゲはいいね。いいと思う。すごいいいと思う。ランハゲ多分強いよ。野田も強いと思うし。あ、それは結構、いい試合になると思うね。センスあると思う。ゴロさん。まあ、香川さん普通に強えだろうな、出たら。誰がいいか思いつかない。パイセンはね、バックレた。とんでもない芋の引き方をしたね。あ、芋引くってこういうことなんだっていう。吐いた唾飲む瞬間俺は見届けたよ。もしよかったら YouTube に動画が残ってるんで、見てください。場外乱闘、イズメのバラッカー。動画になってるんで、これが URL です。これがその URL です。もしよかったら後で見てください。びっくりするよ。 3回見た。引くよね。結構な勢いでドン引きすると思うよ。あれはひどいよな、ちょっとな。もう本人が逃げていいよって言っちゃってるからな。逃げでもいいよって言っちゃってるからね。むちまるさんいらっしゃい。100円貯金じゃないけど、100円玉で貯めてますかね。100円玉で貯めてます。500円ではやってないですね。小銭をバンバンぶち込んで、やってます。スポンサーっていうか、多分金が欲しいのかなとは思ったけど、いや、だから金が欲しいんだったら、ちゃんとそこは綺麗にすればいいだけだから、そう思わない？いや、金が欲しいなら欲しいってちゃんと言えばいいじゃん。何も別に出ねえよとかすねる話じゃないと思うよ。リセリンの箱。
俺はそう思うけど。なんか、ベンゾ太郎さんが興行うまくて金が儲かるのが悔しいとしか思えない。ていうか、むしろ、ゆいがさん同じことできるの？っつったら絶対できないと思ってるから。これだけの配信者集めて、これだけリングを用意して、観客用意して、で、赤字が出ないようにして、全員勝つようにするわけじゃん。スポンサーがどうこうで、なんか感謝してないとか全然意味わかんないんだけど。リスニングでやってる？貯金箱買うお金がないんです。初めに金いらないって言っちゃったから、金いらないって言ってて儲けるのがね、相手が儲かるのは嫌だみたいな。っていうか別にギャラ払うって言ってんでしょ？引っ越しもあるんだから出た方はメリットが絶対あった。柴田は出る。あ、ノンタンがそれ予想してるんだよね。スペシャルマッチ柴田でしょってノンタンは最初から言ってたね。いやー、ちょっと今回のはダサすぎた。本当にダサすぎてびっくりしてる。結構マジで引いてるレベルだね。本気かっていう。もう結構本気で引いてる俺は。ドン引き。格闘技イベントは結衣が怒る。まあ、公開処刑だってずっと言ってたからね。ベンジョ太郎さんは、これは試合じゃないですって、公開処刑ですってずっと言ってたよ。柴田ギャラ40万か、結構取るな。じゃあ無理だろうね。そんなにすんだ。結構取るな。全く理由になってないっていうか、別に俺は金欲しいっていうのもわかるから、それは正直に言えばいいじゃんっていう、リスナーに。俺も儲けたいとか、ノーギャラでやろうよとか、何でも言えるわけじゃん。リングはでかければでかい方がいいと思うよ。そう思わない？で、リングでかければでかいほどいいわけじゃん。なんでリングがでかくなると文句言うのかよくわかんないんだけど。だから言い分が全く意味が分かんなかった。で、俺のスポンサーにとか言ってるけど、スポンサーを募集してるのは便所太郎さんだから、他がね、俺のリスナーがとか言ってるの古いんだって。俺のリスナーもクソもないんだよ、そこは。便所さんの企画なんだから でしょ？で、別にスポンサーさんも便所太郎さんの企画に乗れなかったら払わないだけじゃん、お金を。うな、戦わなくていいから登場してほしい。なんか一言コメントあったり、会場にいるだけで絶対人笑いあるよね。意地っ張りっつうか、多分ね、金儲けされてんのが悔しかったんだと思うよ、俺の予想。なんかもう金金金金しててすげえやだ。よしさん、こんばんは。規模の違いだけで文句言うやつ初めて見た。ね、マスコミ呼ぶなんて聞いてねえよって言われたかんね。普通さ、褒めるところじゃん。え、弁償さんすげえマスコミ呼んでんだって褒めるところさ、お、まあ、俺マスコミなんて聞いてねえから関係ねえからって言ってたから。何それと思って。愚痴るところそこと思って。いや、知らない。俺は全然ギャラの話なんか一回もしてないです。ギャラいくらか知りません。もらったら公表します、試合の後に。いやー、金に執着してないっていう発言をするやつほど金に執着してるからね。執着してるからそういう発言になるわけでしょ。聞いてみーよ。めっちゃ怒られたもんね。おい、おめえよ。誰によ、おめえとか言ってんだよ、この野郎。あとよ。てめえ、乗っ込むぞ、この野郎。おい。って言われた。来いやっつったけど。バカだねえ、ワード。おめえ、噛んでいいんだよ。おい。めっちゃ煽られた。まあ1万円ぐらい出んじゃないの？わかんないけど。若干だね。若干。でもよ。おい、俺にはよ、これがあんだよ。バカだね。ああ？
モノマネとかやんねえから。バーカ。ドレさん3人ぐらい戦っても余裕で勝てそう。絶対勝つよ。っていうか、ドレさんと便所太郎でいいと思うよ。試合内容的には。本当のガチのやつ見たいなら。それくらいの、ね、元経験者だし。いや、もうリングでボコボコに殴られた方が泣けるっていうか、かっこよかったよ、多分。うわ、パイセンかっけえって絶対なったよ。うん、まあ言われるだろうけど、アンチとかにはダセーとか言われるだろうけど、ファンは絶対ついた。ちゃんと戦ったら、いや、よく戦ったよって。だ、勝つとか負けるじゃなくて、リングに立ったことがもうすごいことだから。もうそっから逃げたっていうのは一生残るからね、うん、一生の恥だよ。考えられない。うーん、男らしくねえな、ちょっとな。っていうか、だったら言わなきゃいいのにね、最初から。一生言われるでしょこれは、うん、逃げたじゃんって自分から言い出したんだよ。しかも自分から言い出してるからね。これで便所太郎に試合やろうよって言う、どの口で言うんだろうね。なんだおめえやるって言ったじゃねえかよ。お、別のリング用意したからよ。おい、やるっつったじゃねえかよとか言いそうだよね。はい、逃げたーとか言いそうだよね。お前だよ、お前。相手にされねえよ。言いそうでしょ。金梅さんはどうなるんだろうな。あれ、ゲルゲがキャスやってるね。ゲルゲはやってんのか。チャンマンだけか、引退したのは。また引退するのかな。いやー、引退するのは別に構わないけどさ。金梅と骸骨の試合が見たかった、もうがっかりだよ俺、本当にヘタレだよ、ヘタレ。かっこよさみじんも感じなかったわ。あのね、男がやるっつったことをね、金がどうのこうのっていうことでね、芋引くとかクソだせえから、みんなノーギャラでやるんだよ。便所太郎さんは赤字になる可能性も引きずってんじゃん。普通にだって100万ぐらい損失出る可能性あるよ。で、俺らにチケット売れとか宣伝しろなんか一言も言ってないよ。一言も言ってないからね。どっちがかっこいいか。のんたん花火ありがとう。のんたんから花火いただきました。のんたんありがとう。ありがとう、のんたん。花火ありがとう。今ね、キャンペーン中でね、花火11個で8800円で売ってますので、お買い得ですよ。パソコンから限定かな？パソコンから購入すると、すごいですよ。ありがとう、のんたん花火。のんたん花火4つ目ありがとう。ありがとう、のんたん。はい、のんたん5発目花火ありがとう。のんたんありがとう。ダンベル85キロなわけねえだろ。うん、のんたん花火ありがとう。6発目花火ありがとう。何回？ 6636 だね。のんたん7発目花火ありがとう。のんたん7発だよね、これ。よいしょ。ちょっと待って、今調べるから。うん、のんたん8発目花火ありがとう。10発くるかな。
トレーニングお疲れした。インコさん、ハートありがとう。ノンタン花火ありがとう。ノンタンありがとう。今日オーバーワークだな。ノンタン花火ありがとう。OK、行っていいですか。よし、行きます。ハートは、アツシさん、ハートありがとう。アツシさん、サムネ変えちゃったんだ。連続では無理だね、この重さは。8.5 だね。では9発なんで6、50しかな。6、50し。54回行きます。行きます。腕やばいね。全然変わったね。腕ね。左のここがまた切れそうだね。よし、行きます。いや、腕は全然変わったよ。30回。腕全然変わったでしょ。今これが1ヶ月目の腕。2ヶ月目入ったか。腕の前で垂直にするとさらにきつい。でも効きます、そうだね。痛めないようにしないとね。はい、行きます。よいしょ。ファイト、ありがとう。あつしさん、でも慣れてきたね。重くしたけど。40回。腕全然違うよね。ただのニートの細い腕だったけど、肩がでかくなったね。肩が。これでテルチャンピンぶん殴るんですよ。この腕でテルチャンピンぶん殴っから。この腕で、肩もでかくなったね。ここがついた。うい、6、54だから14回か。あと、いきます。しゃ、なんか8、あと6回。テルチャンピオンをボコボコ、俺は殺すね。試合会場でやつのことを殺すね。ボコボコじゃないです、殺します。いやー、どうだろうね。相手も殺す気でやってくるだろうし。のんちゃん、花火ありがとう。よし、よし。あ、このが、そうだね。顎弱いかんね。俺は顎が弱点なんで、顎もらったら多分一撃で脳震盪起こしやすいんですよ。そうだね、だいぶ育ってきてますね。下がふっくらしてきた。減量はするつもりないですね。増量します。僕は9ラウンドで短いんで、3ヶ月4ヶ月ちゃんとやったら
体絞らなくてもフルで動けるはずなんで。記者会見僕出ないですよ、仕事なんで。便所太郎さんに何回も話したんだけど、平日だったんですよ、記者会見、マスコミが入る。だから僕は辞退しました。で、代わりにロハコさん用意しようと思ったんですけど、いらないって言われました。1ヶ月だけっすよ。1ヶ月だけ。だいぶ見た目変わったはずなんだよね。あ、イヤスさんいらっしゃい。いや、あれは切れるっしょ。別にパフォーマンスで切れたわけじゃなくて、ブチ切れましたよ、僕は。容疑者 X さんいらっしゃい。まあ、だから、あと3ヶ月あるんで、丸太みたいな腕作ろうと思ってますね。太くなったよね、だいぶね。だいぶ太くなったね。詳細はどこ見れば？格闘技のイベントですか？今じゃあ僕が軽く発表しますか。格闘技のイベントをちょっと発表するんで、今。じゃあ、見てください。芸能界？2017年6月10日、新木場ファーストリングにて、配信者の格闘技祭開催いたします。出場者は、ここが罰になりました。ゆいがさん出ません。便所太郎、金映えセブン、ヒカル、里見ズキティ、和道、テルチャンピン、ドレ深夜食堂、みやびくん、シークレットバトルがここであります。で、実況が TJ、解説が石川紀之、ラウンドがララピルルピ、ここいらないと思ってるんですけど、歌がナーボーと深夜っちょ。あと、桃襟ね。桃襟の何なんだよ、ニューバージョン。その他豪華スタッフということで、こういうメンツでやります。ゆいがさんだけ欠席です。うるせえな。で、続いていきます。まず、これがスケジュール。オープニングトークは、便所太郎 TJ 石川の隆起。オープニングソング、ナーボーと深夜徒で、Don't Give Up。 第1試合、キックボクシングルール3分3ラウンド、指定対決。春日井の狂犬、金梅 VS、奥崎の袋、セブン。第2試合、3分3ラウンドボクシングルール、ツイキャス VS フワッチ対決。みやびくん VS ドレ深夜食堂。第3試合、3本勝負、スモールール、メガトン級女子対決。中門マーメイドの里見 VS ビッグバンガールズキティ。第4試合、3分3ラウンドキックボクシングルールフワッチ対決。ここが僕の試合です。頭脳派和道 VS 若き報道派テルチャンピン。第4試合で、真ん中ですね、僕は。僕の歌、僕の試合の後に桃襟が歌います。セミファイナル、セブン VS 3倍目ヒカルで、メインマッチが踊る便所太郎 VS ユイガだったんですけど、ここが変更になります。で、ファイナルマッチ終わった後にシークレットバトルがあります。で、エンディングで全員挨拶です。これです。で、席の方はもう販売始まってますので、便所太郎さんから買ってください。リオリオっていう人僕知らないです。豪華でしょ。で、席の料金発表します。仮決まりなんで、仮決まりだっていうことを覚えておいてください。仮決まりです。いきます。キャパ数は、300席です。一般指定席、一般指定席が5000円、 S 席、リングから3列目ですね、7000円です。SS 席、リングから2列目、9000円です。で、リングサイドの指定席、一番最前列ですね、12,130円です。で、スポンサー契約は、10万円です。で、スポンサーになると、5名の、特別席が用意されます。石川紀之とか、リングサイドの実況の真後ろとか、目の前とか、特別席だから、10万円払うと5席手に入るので、1人2万円だと思ってください。で、このスポンサー契約になると特典がありまして、特別席5席を用意、ポスターに協賛にニックネームとか会社名を掲載することができる。会場の30分前に入場して、出場者とリングで記念撮影することができます。その他要望があれば DM にて相談に受け付けるそうです。以上です。チケットの方はローソンで買うか、
売り切れ逃したくないっていう人は、便所太郎さんに DM を送ってください。すぐなくなると思います、僕の予想は。チケットは12,130円から10,000円に変わったそうです。連絡来てないんで、わかんないですね、僕は。僕は来てる情報しか伝えられないんで。はい。まあ、安いと思いますよ、これだけのメンツで。2時間近くぶん殴り合い見れて。チケットかなり安いと思うよ、5000円は。僕は結構お買い得だと思います。安いよね。で、物販とかもちゃんと用意するし。生は全然違うよ。だから極端な話、全員に会えるわけじゃん。全員に生で会いに行ける。うちのリスナーさん5、6人参加するんで、ちょっとオフ会とか楽しみにしてますね。イベント自体が中止の可能性は、便所太郎さんはないって言ってましたね。やるって言ってました。僕はそれを信じます。これ普通だったら2万円ぐらい取っていいと思うよ。ちゃんと儲け出そうとするんなら。これ儲け考えてないでしょ。便所太郎さんはもうやる気満々で、契約書も、そろそろ書く時期ですね。もう、金梅さんはもう書いたらしいね、誓約書は。まあ、下手したら誰か死ぬ可能性もあるからね。死んでも文句言えない契約書なんで、僕が死ぬ可能性もありますよ。契約書ガチですよ。で、レフェリーとか、興行とか、マスコミも入るし、本格的にやる感じですね。SSD 1万安すぎるね。だから、あれでしょ、地方から来る人に、あれでしょ、電車代とか浮くためでしょ。来ればいいんだよ。土曜日なんだから。夜行バス乗って。どうなんだろう。俺、まだ決まってないです。赤か、青か。それ、便所太郎さんに言ってください。多分、僕が決定権ないんで、便所太郎さんに、和道の近くの席がいいから、その席を教えてって言ったら教えてくれるはずです。便所太郎さんに全部問い合わせてください。この辺は。僕には決定権ないっす。でも、物販用意して、ノンタンに物販売ってもらうつもりなんで、ノンタンと絡めますよ。ノンタン、物販やってくれる？あれ？はい。物販。やります。はい、お願い。ノンタンが物販立ちます。便所太郎さん大変よ。で、僕は、生活保護不正受給 T シャツを販売しようと思ってます。はい、限定品で。で、希望があればサイン書きます。あと、写メール1枚1000円。ツーショット写メ撮んの1枚1000円でやります。あと、ネックレス。いけないんだ。マスコミも注目するかな？どうだろうね。わかんないけど。雑誌とかには載るんじゃん、ローカル雑誌とかは。あ、俺のはね、グローブないんで、もし欲しいっていう、いくらでこれ譲ってくれとかあったら、検討しますんで、用意しとくんで。生活保護不正受給 T シャツですね。で、T シャツとか販売するのをサイン欲しい人は言ってもらえればサインも書くんで。俺のサインいるかどうかわかんないけど。あと、ステッカーとか販売します。限定ステッカーとか、その会場だけの限定品いっぱい発売するんで。よろしく。ちなみに来るっていう人手挙げて、この中で。この中で行くっていう人。もう決めてるよって、行くよっていう人。行かない人は手下げ。助けるっつうか、俺は沸かせるしか言えない。ノンタンが嫌がらないかな。サイン欲しいし、T シャツ欲しいし、行きたいけど。ノンタンに今聞いてみればいいじゃん。行ってもいいって。応援したいからって。ノンタン来る、マチル、あ、マチルダも来んだ。いいね、会場で会えるね。ノンタンに聞いてみれば。メロン来ないんだ。ごめんなさい。場所を聞き逃したので、近ければ。ですね、新木場。新木場なんで、どこら辺なんだろう、木場って。東京都の新木場っていうところです。尾張さん、こんばんは。
80% くらい。おお、かけ太郎さん、じゃあ声かけてください。あつしさんもぜひ。その後オフ会する予定なんで、行くけど見るだけ。あ、そうなんだ。リオも来るんだ。声かけてくれて全然いいのに。いや、みんな集まろうよ。でっかく、でっかい花火打ち上げようぜ。用事がいけ、あんのか。それしょうがないね。ちなみに配信自体は僕当日やりません。本気で試合に臨むんで、当日配信しません。はい。あの、楽屋からもしません。試合ガチでやるんで、申し訳ないですけど。だから僕の放送はないです、当日。録画も残りません。なんだ、彩香が来ていいだってよ。嫌だ。嫌だそうです。残念でした。嫌だって。嫌だそうです。関東地方からも来るんじゃん。嫌だ。いける。言い方本当に嫌そうだったからね。嫌だ。かわいいよね。かわいいね。サンドバッグ蹴りたいんだよね。サンドバッグ蹴るのとスパーやりたいんだよ。その蹴られる感覚とか当日までに慣れておかないと本当に痛いのね。格闘技やったことある人ならわかるけど、あれ蹴られ慣れてると慣れてくんのよ。打たれ強くなるの本当に。だけど蹴られてないといきなり当日マジで痛いんだわ。本当に超痛えよ。だから1ヶ月前ぐらいからスパーバンバンやり込みたいんだよね。あとサンドバッグがないと重心乗せてキックを打てないから、蹴りのフォームがグダグダなんだよ今。痛みに慣れるのが一番重要、今回は。そう、空手やってたからわかるんだけど、あの本当に痛いんだよ。トレーナーはいらない、正直。あのトレーナーがつくのは本当のプロとかなので、時間が足りないから、もう本当に打撃を受ける練習してくれる人と、要はサンドバッグになってくれる人、もうスパーの相手がいればなんとかなる。スパーリングって言って、あの簡単に言うと模擬試合のことですね。本身で打ち合って、要は距離感とかを確かめたりとか、蹴りがこう避けたらこう飛んでくるとかを、やっぱ対人じゃないと分かんないのよ。シャドーボクシングって想像でやるじゃん。だから都合のいいようにパンチ当たっちゃったりする、憶測でやっちゃうんだけど、本当は当たらないんですよ。それはね、格闘技やったらよくわかる。トレーナーはぶっちゃけ必要ない。喧嘩だから。3ヶ月でね、そんなね、あの、なんつうんだろう。例えばクロスカウンターとか、そういう技っていうのは、相手がストレート打てて初めてクロスカウンターができるわけじゃん。だから、そういう専門的なことよりも、体力勝負だと思ってる、俺。めちゃめちゃ、みんなね、男の子だったらわかるけど、喧嘩って1分以内に終わるんですよ。で、大体、ゼーハー、ゼーハーして、お前強えなとか言って、わけわかんない終わり方すんの。そう、みんなボクシングとか見すぎで、顎にクリーンヒットして倒れるなんてありえないから、そうだから、もう今回はもう喧嘩だと思ってるから、本当に体力勝負。ドレさんにも言われた、もう喧嘩だと思って殺す気でやれば勝てるよって、で当たんないからって、まずパンチが当たんないから。マーク関東みたいな感じじゃないですね、僕は。あの、ボクシングルールだったら、自分のスタイルはもうほんと初めの一歩だよ。幕の内一歩スタイルなのね。ダッキングで飛び込んでボディ連打。
なんでかっていうと、俺が、その目がいいタイプじゃないんですよ。反射神経も悪いんですよ。だからパンチもらいながらガード固めて前に突っ込むスタイルしかないの。インファイトって言うんだけど。だけどインファイターって前傾姿勢になるから、膝とかをカウンターでもらっちゃうのね。だからあのスタイルができなくて強制してんの今。蹴り技とかに対応するように。だから普段もっとボクシングスタイルでやるときは、ピーカブーでこういう感じで入ってくのよ俺。ガッチガチにガード固めて、こっから思いっきりこういう感じで行くのよ。もうこの距離、この距離でバーンって行くの。だけど、前かがみになればなるほど膝が飛んでくるし、蹴りが飛んでくるから、ちょっと引き気味の半身で構えないとダメなの。それがちょっと難しい。口喧嘩でも3分。そこはプロだからな。口喧嘩はプロですから。だから、あれだね。まあ、トレーニング内容を見てもらえばわかりますよ。僕の。うん。僕は、テルチャンピオンの蹴りとかが全部素人なの分かってたから、ワンステップ入るから、相手の膝に対して蹴り下ろすっていう技と、あとスイッチしてるんですよ。右と左に。で、相手が、右利きだから、こっち側から蹴りが飛んでくるから、そういう時は全部ここガードして、こういう主体にしてるの。で、右で蹴り返すっていう。あと、前蹴りで牽制。だから、前蹴り相当練習してるんで、もしよかったら YouTube で僕のトレーニング動画見てください。YouTube は下に貼ってあります。トレーニング内容全部公開してるんで。のんたんそのせいで今日、頭ガーンってぶつけたから。痛いーっつってる。ダンコブできるーって言って。練習風景見ます？ちょっと。練習風景じゃあ見せます。公開します。こういう感じですね。YouTube に公開してるんで見てください。これ今左の構えになってるでしょ。スタンダードだけど、この足が出てるでしょ。これ右足狙えるからスイッチしてるんですよ。こうすると蹴りが入らないからカウンター狙えるんですよ。そう。変わってるでしょ、右と左。うん、下が白いのは砂が、街灯が砂に反射して白く見えるんで、東京は今日は暖かいです。あとはジャブの返りを早くしてますね。ストレート系、要はフックとかアッパーっていうのは素人で打つの難しいし、ロングフックは当たらないんで基本的に。ストレート主体にしてます、今のところ練習は。ジャブとストレートのみ。要はワンツーっていう技ですね。あと前蹴り。俺顔小さいよ、めちゃめちゃ。超小顔だよ。俺7頭身ぐらいだから。この後のんたんがゴチンってぶつけます。1000円盗まれた。ノンタンと戯れてますね。ノンちゃん可愛いな。闘志ないでしょ。俺小顔だよ。ノンタン150センチぐらいだからね。これが俺のテルタンみたいな。でしょ。それでパッと突っ飛ばせばいい。線が、ああ線が。こういうトレーニング風景全部公開してます。カウント入ります。お願いします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。こういう感じですね。
多分あのキャプチャーちゃんとやってないんで、あの YouTube 直接見てもらった方がいいと思います。YouTube の僕のチャンネルぜひ登録してください。スイッチしたでしょ。卵は1日3個以上食べるといいって。食べてます。卵いっぱい食べてます。プロテインがなかった頃の鍛え方、ちょっと前傾姿勢だね。足が回ってない。バズった。こんな感じです。練習は、はい、ちらっとお見せしました。 YouTube ぜひ見てください。気になる人は、チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。うん、2時間やったからね今日は。そうだね。教えてもらったのがボクシング一回、その、まあ、ヤンキーの友達でボクシングやってる子に教えてもらったんで、そうなんですよ。キックの構えじゃないんですよ。これ直さないとなと思ってるね。そうなんですよ。喧嘩弱いっすよ、僕。喧嘩はね、10回ぐらいやって、5回勝って5回負けたぐらいっすね。喧嘩弱いっす、僕は。めちゃめちゃ弱いよ。本当に喧嘩強いやつ見てきたから、本当に強いやつは本当に負けない。いや、セコンドはロハコさんですね。僕のセコンドはロハコさん、まあストレート主体で全然いけると思うんだよね。パンチと蹴りはどっちが強い？パンチ力と蹴りの威力ってどれくらい差があるかっていうと、3倍って言われてます。キックは重さで言うなら、単純に。だからあのボクサーってよくあの蹴れば勝てるって言われてるの、そこなんですけど、基本的に普通の人のパンチ力の3倍はあるって言われてる、蹴りは。だから多分まあ格闘技やってる人に270キロだから、蹴りの人は700キロ近く出るんですよ。入場局は提出いつだっけな、22って言われましたね。であのフーファイターズにしようと思ったんですけど、2万円かかるって言われたんで、あの多分この BGM ですね。これで入ります。もしくはレクチに作ってもらおうと思ったんだけど、まあ時間ないだろうし、レクチも、でもね、蹴りはね、あのモーションがでかいから、あのローしか当たんないと思うよ。蹴り技をねうまく当てるのって難しいんですよ。格闘技やってた人だったらわかると思う。そこはパンチの方が当たりやすい。ボクシングは蹴り禁止なの？え、違う違う。ボクシング蹴り禁止なのは、もともと拳だけで殴り合うっていうのがルールなの。そこは、あの、全然、ルール自体が違うと思った方がいい。素人は殴った方が多分いいですね。僕でも空手もちょっとかじってるんで、蹴り技は右のロー、左のロー、あと右の、中段突き？中段前蹴り。要は牽制で距離取るためね。それをうまく使って距離感保とうと思ってます。うん、イエスさんお疲れ。うん、まあこれでいいかなと思って。一番厄介なの多分前蹴りだと思いますよ。動画見てもらえれば分かると思うんですけど、結構僕の前蹴り伸びて早いんで、みぞおちに入ったら一発 KO っす。で吹っ飛ばされるんですよ。カウンターで入ったらもう KO。しかも、呼吸困難に倒れると思う。横隔膜一気にえぐられるんで。
これはテルチャンピン対策ですね。要は足蹴りが使ってくるはずなんで、前蹴りですっ飛ばすっていう。そうそう、距離取れるんですよ。で、あのパンチよりもリーチが長いんで、彼の対策用に右の前蹴り使ってます。あとあんまり言えないんだけど、あの肘エルボー OK なんで、相手の鎖骨粉砕しに行きます。ここぶち折るために体重全部乗っけて、こうやって振り下ろすっていう至近距離で。だからテルチャンピンがもし近寄ってきてダッキングしたら、試合前に対戦したい、バカじゃねえのお前。だからクリンチしに来たら思いっきり折ります。ここだから鎖骨のガード上げてないといけないから、あいつはローできないですね。対戦はしないでしょ遊びじゃねえんだから、前蹴りは結構有効ですよ。喧嘩の時にも有効。ただバーリトゥードルールだと、あの蹴り技にあの合わせてダッキングして、そのままそのなんつうの、組み付き技があるんですけど、それはね、あの研究しなくていいんで、あのありがたいですね。やらねえよ、うん、距離感つかまれるし。いや、やらないよバカ、研究されるな。絶対やらないよ、うん、手の内見せることはやんない。回し蹴りはね、本当はやりたいんですけど、あの体が硬いんで僕回し蹴りできないんですよ。回し蹴りできでもね、難しいよ。やっぱ3分間だから KO しかできないから、10ラウンドぐらいになってくるとボディとかが有効になってくるんだけどね。ルールが何でもありすぎて怖い。怪我しなければいいけど、怪我はしますね。はい。ルール一応ムエタイルールですよ。要は肘膝あり、噛みつきなし、バッティングね。で、ヘッドもなし、頭突きなし。頭突き使えるとかなり強いんで。蹴りだけだろうね。うん。わかってる。パンチ見てもこいつパンチはないわと思って。試合前に対戦するとか、ないです。要は癖つかまれるんで、うん、一回でももうお互い癖つかまれちゃうからやりづらくなるんで、試合怖いっすよ、うん、相手は24歳でバリバリ動ける体なんで、僕32なんですよ今年。だから何個下、7個下かな、7個下の息のいいやつと殴り合うのは怖いっすよ、うん、体力も、向こうはスポーツマンだから反射神経もいいし、だからそこはもう本当打たれていかないとダメだなと思って、打たれながら前に出ようと思ってますね。蹴りはもう30発ぐらいもらうつもりでいきます。怖いっすよ。多分テルチャンピンもテルチャンピンで怖いっていうのはあると思うよ。わかんないけど、普通に恐怖心って結構大事な感情なんですよ。それをトレーニングで克服するんですよ。顔面クリーヒットは狙うけど16オンスっていうやつなんで、もうアンパンマンみたいなやつなんですよ。だからクリーンヒットはないと思ってます。ベンジョ太郎さん怪我しないようにやってくれたんだけど、俺8オンスでやりたかった本当は、うん、8オンスだとあのボクサーの試合用なんだけど、あの拳壊れたりとか相手がカットしないように切れないように16オンス、もう練習、ボクサーの練習でも12オンスとかだから、もう全然パコパコになっちゃうから、俺は蹴りで行こうと思ってる。うん、あと、肘で相手の鎖骨ぶち折るのと、あの、ここら辺バッサリ切ってやろうと思ってますね。だからすごい傷残るよ。超怖いよね。怖いと思うよ。あの、配信では言わないと思うけど。俺も怖いよ、やっぱ。息のいいやつやんの。16オンスなんですよ。まあそれはね、あのベンジョ太郎さんが決めることなんで、怪我しないようにねっていうか、怪我をさせるために戦うんですよ、ミキティさん。相手を殺すつもりでやるんですよ。怪我をさせるのが目的なんですよ。いや、降参はしないですよ。僕はここで死んでも構わないと思ってるんで。ただ体は思ってたよりも動けますね。1週間であのトレーニングメニュー1週間ごとに作ってるんですけど、
まあそうだね。でもね、リスナーさんから面白い提案があって、ドンフライ対高田戦 こうやってお互いこうやって首をがっちり使ってこうやってやる試合があるの。バン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 ってもうずっと殴るの、こうやって。で、顔ボコボコにするの、お互い。それやればって言われて、あれめちゃめちゃ盛り上がるよっつって。シャドウちょっとそこでやってみせて。ここ狭いんだよな。狭いんで、YouTube にトレーニング上げてるんで。あ、でもあれ名試合だよね、ドンフライ対。高山だっけ、なんだっけ、高なんとかで。あれは超熱かったよ。最初の1分間やる？ドンフライ。わざとお互い顔面晴らす？それ枠かな。まあ、とりあえず僕は3分間フルで動ける体と、あとは体重増量します。相手を、本当に、体重でパンチ力上げないといけないんだよ。ちなみに、パンチ力は、今のところテレチャンピンの方が上です。172かな？ 2 か4出てるって。俺は本当はね、パルパルと戦いたかったんだけど、パルパルに逃げられたんで。最初は様子見でいきます。いや、最初から動きますよ、僕は。最初から殺しに行きます。そのためにトレーニングしてるんで。もうゴング鳴った瞬間殺します。殺されるのが怖いんで殺します。相手が殺したら動けないんで。新しいフォロワーさん、もっくんさん、フォローありがとう。様子見一切なし。距離も測りません。殺しに行きます。あと多分、リングの広さとかは、格闘技経験ある僕の方が慣れてると思うんで、リングワークは多分僕の方が上だと思います。ああ、もっくんいらっしゃい。そうですね。もう4ヶ月ぐらいここでやってますね。もう何ヶ月？ 4、5ヶ月ぐらいかな。もしよかったらフォローしていってください。よろしく。ずーっとふわっちいましたよ、僕は。便所太郎さん、ゆいかさんとやる予定だったんだけど、ゆいかさんが逃げましたね。それで僕ぶち切れて、今日ゆいかさんと喧嘩一触即発でした。お前の家乗り込んで試合出れなくしてやるよって言われたんで。そうっすね、見れますよ。全然全然。そうそう、殴られる前に殴る。喧嘩ってこれ覚えといた方がいいけど、先手必勝って本当だから。喧嘩って大体一発で終わるから、先手必勝っすよ。代わりは決まってないっていうか、報告を受けてないっすね。僕は空手ですね。あと、ボクシング、ボクサーの子にちょっとインファイトを教えてもらったぐらいです。来ないね。もうだいぶ待ってるんですけど、来ないっすね、ゆいださん。でもね、空手はね、ちょっと、実践的じゃないんだよね。空手やってる人強いっすよ、やっぱり。強いけど、ちょっと実践的じゃない部分があるんですよ。やっぱりこっから下しか殴れないっていう。蹴り技はこっから上 OK なんだけど、パンチでこっから下なんですよ。あとね、空手の型ってね、あれは一撃必殺まで鍛え上げないと意味がないんですよ。昔の空手家って一撃であばら粉砕できたのね。手刀とかがここに入るだけで粉砕骨折できたんですよ。だから、一発をもらわないために受けとか、もうカウンターで全部一撃って聞いたことあるけど、一撃で終わるんですよ。こうやってボンってつくだけで、ここの骨折れたんですよ。でも、フルコン空手って言って、キックボクシングみたいになってきたんで、強いは強いんだよ。空手パフォーマンスとは違うんだよね。初めに手を出しまくって倒れなかったら、それはそれやな。多分ね、パンチは無理だと思うよ、16オンスは。本物の空手は殺人目的。そう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 。もともと対武器だから、あれは。要は農民とか武器を取り上げられた時に、対武器で戦うように作られてんの。ムエタイもそうなんだよ。だから独特の構えなんだよ。ムエタイってキックボクシングみたいなもんだと思ってるけど、違くて。あれはもともとタイ王朝の、タイにあった王朝の、近衛兵って言って、王様の側近たちが覚えた殺人術なんですよ。だから本当は剣とか持ってやるんですよ。それで武器を取り上げられた名残で今のスタイルが残ってんの。柔道が強いですね。柔道が強いです。
喧嘩だったら、うん、あと手技で言ったらボクシングには勝てないって言われてる。手技のみで言ったら空手はバランスいいですけど、うん、空手がなんで最強かっていうと、柔道って2の動きなんですよ。わかるかな？組む、投げるっていう2モーションなのね。だけど組んだ瞬間に正中線一撃の空手の技鍛え上げてたら1で殺せるのが空手。だから理論上空手はそういう風に作ってきた。ドキドキするよね、寝れないよね。俺夢でテレジャンピンの夢見るよ。昔バイトで女の子が渋谷でヤクザに絡まれて一撃蹴りで足を折って逃げた話聞いた。ほー、すごいね。でもね、本当に喧嘩になると思う。格闘技の経験ないから。俺はね、ロシア人が最強だと思ってんの。おー、ありがとう、もっくんからハートいただきました、ありがとう。夢では負けてるっていうか決着つかないですね、やっぱ。おー、ありがとう、花火ありがとうございます。もっくんから花火いただきました。ちなみに僕は花火一発でダンベル6回やります。それでこの腕になりました。それでこの腕作りました。これで青山、この腕で俺鍛えてっかんな。この腕でお前のこと殴んだぞ。やだろ。やだろ青山、この腕がお前に飛んでくんだぞ。俺鍛えてっかんな。パルパルの頃じゃないよ。サボちゃん花火ありがとう、変わってるでしょ。うん、みんなが鍛えてくれたこの腕、これで青山にぶつかりますよ僕。花火ありがとう。企画ですね、便所太郎さんの企画です。6月にイベントやります、格闘技の。そこに出場します。はい、花火ありがとう、サボちゃんありがとう、ありがとうございます。大丈夫、それよりもっとやばいやつにボコボコにされたことある。俺も何回もあるよ。うん、まあいい試合しような。サボちゃんありがとう、サボちゃん花火ありがとう。まあ引くに引けねえよな。いい試合しよう、サボちゃん花火ありがとう。いい試合しような青山。これはね 8.5kg 今、ちょっと増量しました今月入って。来月もう 1.5kg、 10kg にします。今月は 8.5 です。生活保護もう抜けましたよ僕。生活保護抜けました。残念な山田孝之。いや似てないでしょ、うん、ありがとう。永瀬さんいらっしゃい。カドスコップでどつかれたこともある。修羅場くぐってんね。ありがとうサボちゃん。よし、じゃあ、60回いきます、いきます。よし、うちのメインスポンサーさんだからね。うちの今の2位だから。たっちゃんこんばんは、楽しんでて。1、2、3、4、もう今日200回以上やってるよ。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、そうそうそう、19、20。俺は体重どんどん増やして9分間だけマックスで動ける体作る。要は絞らない、無駄な瞬発力とかつけないでタンクになる。タンクいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、30回。いきます。1、2、3、今これで食ってってるからね。4、5、6、7、8、9、40。そうそう、スタミナ運動だね。体重が重くなるだけ筋トレは。
筋力がつくだけだからパワーがつくだけで瞬発力はつかない。これを動ける体に変えるんですよ。これをね変えないといけない。でもやることに意味はあるから、いきます。場所は一緒、西新宿だよ。あと10回いきます。間取り変えた。よし。インテリ変えた。6、7、8。あ、ダメだ。さすがに200回ぐらいやってるときついな。練習2時間で200回はきついよ。いきます。60回ありがとう。もっくんと、もっくんとサボちゃんから花火いただきました。ありがとう。いやきつい。今日はねちょっとオーバーワーク気味だね。よいしょ。青山、俺は殺すっつってんのお前のこと。ダウンとかじゃねえから、本気で殺しに行くから。俺は、ちなみにね、俺の理想系教えてあげようか。空手で一番強いと思われてんの。俺が一番強いと思ってんの、見せてあげる。いつも言って、サボちゃんありがとね。うん。殺す気で来てね、お互い殺し合おう。試合じゃないから、試合だから。俺が一番強いと思ってる空手見せます。これです。これが僕の最強だと思ってる格闘技です。沖縄空手、上地流空手です。やばいでしょ。ここまで体鍛え上げると、一撃で相手のこと殺せます。これが空手です、本当の。空手って沖縄から日本に入ってきてんのね。まあ、大山抹殺が持ってきたんだけど、船の上で戦う殺し合い、いや、沖縄って悲劇の歴史でずっと侵略されてるんですよ。基礎の場合は、基礎っていうのが一番大事にしてますよね。そう。だから3年間基礎練しかさせない。これは三鎮っていうのは3つの戦い。琉球、空手は琉球から来てるから。いや、その三鎮っていうね、その三鎮ではとっても。これ、ビビるよ、みんな。足、お腹。もうとにかく会えるところを鍛えて、いやこれ全然、これ基礎練、今のこっから始まるトレーニングは、それはだいたい三鎮っていうのは3カ年間、もう3年間俺はねやってたのは五十流っていう沖縄空手なんだけど、上地流かっこいいよ。これからねどういう風に最強なのか見ていくから、繰り返し同じことだけを繰り返して3年も4年も三鎮っていうのはこっからこれ見といて、もうそれを繰り返しもうすごいから、3年間ずっとこのトレーニング、まあ上地郎が分数であるっていうことですね。三鎮ね、三鎮じゃない、三鎮、全方位、もうどっから殴られても一切効かないっていう、その体を作ってから始めるの、これが最強。やばいでしょ、音本気のローキー聞かないんだよ。もう小さいおじさんが。どっから殴っても聞かないの、ほら。やばいでしょ。これが空手ですよ、本当の。だからここまでやらないんだよ、今。うん、空手って本当に相手を殺すために、その防御力一切聞かないの、どっからでも。おじいちゃんの体じゃないでしょ。すごいでしょ、これ。
これ3年間ずっとやんの。後ろからも殴んの。これで筋肉確認して蹴り上げんの。ほら聖剣好き肩に、うん、これ上地流で出てきます。 YouTube で上地流、上に地上の地、上地流。俺はこれが、この流派が最強だと思ってる。古代の空手だね。後ろからさ剣切っても、わかる？後ろからさ膝の裏蹴っても効かないんだよ。やばいでしょ。全方位、みぞおちもバンバン殴る。で抜き手で一撃。これが俺が最強だと思ってるからで、そう、下から突き上げても聖剣好きぶれない、うん、ほら、うん、これが本当の空手ね、うん、軸がぶれない。回し受け、回し受け、やばいでしょ。後ろからの蹴り効かない、後ろからの回し蹴り効かない上も効かない、横も効かない、やばいでしょ。これが上地流、うん、最強。次やるのは約束組みと言いますけど、カーディネは怖いでしょ。いや、これは3年かかるの、自由組手でございます。3年かかるの。もうバットとかで殴ったりするんだよ。行う前にお互いに約束された攻防を繰り返す。 URL すぐ出るけど、ショートカットどういうこと。正確に決めるというものが、 URL すぐ出るって何の話。まあ SM に近いよ、ね、約束組手めちゃくちゃだよ本当に。肩を持つ特性、そういったものを支えに入れる中で、やばいでしょ。これが本当の格闘技だよ。股間はコツ掛けって言うと、金玉を腹筋の中に隠してますかね、シャーさん。だから簡単に言うと筋で効かないです、この人たち。コツ掛けって言って金玉を中に入れられんの。人間の体じゃないよね。そう。で、目つきにも対応してるでしょ。これが本当の空手ね。だから一撃で殺される可能性があるから全部受けるのよ。で、カウンター。うん。カウンター。相手の裾も掴んでるでしょ。かっこいいでしょ。そう、バキの世界だよ。やばいでしょ。これ、師範代の動きだと、受けがここまで綺麗なの。蹴り技にも手で受けられんの。で、カウンター。カウンター。5の線ってやつですね。うん。あ、三振立ちできますよ。僕やってますよ。ほら。上段蹴りに対して下から払ってるの分かる。回し受けで終わり。やばいでしょ。これが本物の昔のクラシックな空手だよ。勝てない。やばいでしょ。これですよ。これが空手ですよ。金玉潰したでしょ今。で、全部裾掴んでるからね。裾掴んでるから相手のカウンターに対して、裾こう掴んでそのまま相手の足に沿って金玉蹴り上げるから、ガッ。これ一瞬でやるからね。肩でこのスピードだから。これトレーニングね。チューブを使っての崩し方、その技を、ね、紹介します。実践からですね。ていうか、もともと琉球からでは全部実践ですよ。相手がいいだろうが下手だろうが、両方から攻める。抑え掴みと速攻蹴りを同時に瞬時に行う。これも相手が右だろうが左だろうが、そうなんだよね。ちなみに僕島津なんで、名前が薩摩は薩摩家ですよ僕滅ぼしちゃったんですよ。それは実際鬼島津だから、鬼島津
実践の場でどういうふうに使うかを少し紹介してみて。琉球の悲しい歴史だからね。刀がいかに強いか。いや、足を使った。どうですか。うわ、つえ。見た今の。つえ。空手は奥が深い。これ上地流ですね。これは上地流。十分に自分自身で。すごかったね今の速投。超かっけえ、ジジイ。自分自身で納得したという状況は。中国もカンフーバカすぎて簡単に負けた。まだまだあるだろうという究極のその世界を求めていくのが。空手道の隠れた非常にかっこいいですね。かなと思いますけども、それを求めるために日々精進するということでかっこいいよね、綺麗だよね、肩が。生涯を通してできる。肩が超綺麗なんだよね。競技的な部分ですと、割とおじいさんの体じゃねえよな。先ほど遠山先生も今年73歳になりました。73歳だってこれ。生涯を通して演技ができる。あ、上地流だ。ごめん、上地流かもしれない。俺上地流だと思った。この人73歳だって上地流かもしれない。粘りのあるその年齢に応じた表現方法とかそういったものがあればですね、柔らかいね、ずっとできると思います。ただ競技に走ると若干そこら辺りで選手寿命が短くなるという部分はありますけども、沖縄の空手の素晴らしさはすごいね。はい、ありがとうございます。これが僕が一番強いと思ってる空手ですね。空手の中ではロシア人の喧嘩見る？ちなみに。ロシア人の喧嘩。人種的には俺はロシアが一番強いと思ってんの。これ見て強いなと思ったのはね、兄弟喧嘩になって、弟がいじめられて、助けに来るお兄ちゃんの喧嘩がめちゃめちゃ強いんだけど、見ます？結構ニコ生でも有名だけど見る？これが結構すごいですよ。これお兄ちゃん、こっち側がお兄ちゃんね。これやばいよ。バーン。これ決めんのは相当強いかも、うん。この蹴りはやばい。うん、いや、ロシアは戦闘民族ですから強いっすよ。やばいでしょ。ローキック、ここまで鍛えたら相手の骨折れるレベル。うん。うん、蹴りは、ここまでやると本当にやばいレベルだね。相手死んじゃうレベル。顔に当てたら。これはお兄ちゃんの方が、このいじめ子に復讐するっていう動画です。うん。弟いじめたらてめえ、今度やるぞっていう。うん。そう。ロシアはね、サンボとかありますね。うん。サンボっていうのは、柔道着の上だけ着るようなやつね。強いっすよ、ロシア人は。ここまで蹴り上げないと、相手にローでダメージ与えらんない？サッカーの蹴りとかと違うんですよ、ちょっと、性質が。サッカーって球を捉える蹴りだから、威力は威力あるんだけど、人間の体に沿ってない。そう。足を蹴り上げるわけだから、横軸の蹴りなのね。だから、テルはね、そこができないはずなんだよ。俺はそこを突こうと思ってる。要は、縦に対する蹴りなんだよね。いや、近敵とかを蹴り上げる蹴り方になっちゃうから、そこは有利かなと思って。プーチンだってあれだよ。相当強いよ。身長はないけどね。はい、楽しみにしといてください。すぐ紹介したい動画とかって出るけど、どうやってるの？あ、俺は検索してるんだよ。全部頭の中に入れてんの、おすすめの動画。ヒョードル強すぎるかんな。ヒョードルはあれ化け物だかんな。ファイトスタイルとしては、俺が一番本当に憧れるファイトスタイルはこれね。じゃあ最後に、もう一個だけ。俺が、普段、もう最近ちょっとトークがおかしいと思うでしょ。正直言うと戦闘モードになってトークする状態じゃないんですよ、僕自身が。で、なんでかっていうと、もう寝る。トレーニング終わって風呂入って、寝る2時間3時間ずっと動画見てんの。で、どの動画見てるかっていうと、これ。
いきますよ。僕の憧れ、僕のスーパースターいきますよ。うん。絶対なれないんだけど。これが、やっぱ、スーパースターです、僕の。ジャブじゃないっていう。ジャブのスピードで、この破壊力。ゴリラ。タイソン。うわー、やばいよね、これ。やばいよ。タイソンの全盛期は本当にかっこよかった。無敵。無敵だよ。これジャブだよ。ジャブと左フックなの。音おかしいよね。ジャブでこれだかんね。これが、やっぱ俺は憧れかな。ジャブと左ブローだけで勝てちゃうっていう。初めの一歩はこれがモデルですね。そう、ドンキング。ドンキングがいた頃っていうか、ドンキングと組んでからおかしくなったんですよ、最初は。うん、いやーすごいね、やばいね、世界一はかっこいいね。やっぱこれはですね、どうやったらこうなるのか聞きたいぐらいですね。やばいでしょ、弾丸ですよね。ちなみに言うとマイク・タイソンって超小柄なんですよ、ヘビー級では。だからあれなんだよ、身長では絶対負けてるんだよ。サンドバッグが持たないってこういうことを言うんだろうね。かっこいいわ。ジャブでバンバンっていう感じ。ウォーターバッグが縦に揺れるってこういうことだよね。うん、そう、178センチだよね。うん。いやーすごいよ。本当にすごい。かっこいい。理想ですね。しびれるよね。のんちゃん起きてる？お水ちょうだい。ありがとう。まあまあそれなりの試合は見せたいですね、本当にみんなに。うん、水だけでいいよ。人一発で、いやもう このレベルになったらもう絶対にね、武器所持してるのと全く一緒ですから、うん、裁判になったら絶対負けない、負けるでしょうね。これで人殴ったら。はっきり言って人、一撃で粉砕骨折できますよ。グローブつけても無理、こんなの。内臓破裂。どうぞ。ありがとう、のんた。戦っちゃいけない相手ですよ。俺生でレイセフォー見たことあるけど、絶対勝てないと思った。二回りぐらいオーラででかく見えるんですよ。レイセフォーマジで怖えと思った、生で。青山通りってあるじゃん、表参道、あそこでレイセフォー彼女と歩いてたんだけど、あれは化け物だわ。喧嘩打っちゃいけないですよ。強い人ってオーラまとうからすぐわかるよ。武器武器、完全な武器だよ。こんなね、1ヶ月腕太くなっただろうっていうレベルじゃないから。丸太だから丸太。レイセフォー超かっこよかったよ。うん、レイセフォーはね、ファイトスタイルもかっこよかったしね。憧れっすね。イケメンだしね。お、ゆうさんいらっしゃい。寝ようと思ったら妹がチャリでこけた血だらけのおばちゃん拾って、え？チャリでこけた血だらけのおばちゃん？おお、人助けいいじゃん。偉いよ、妹。うん。偉い偉い。救急車呼んであげな。うん。いいことだよ。妹褒めてあげて。なかなかできることじゃないから、人を助けるって。勇気がいることだから。素晴らしい。
立派な妹だよ。セフォーは誰と戦っても見せるよね。これね、昔豊島区でチョコボール向井がロシア人のミシュラン2メートルぐらいの格闘家といるの見た。すげえ怖かった。怖いよね。本当に強い人は本当に強いっすよ。学校の体育でボクシングとか習わせたら喧嘩の格差は減りそう。無理だね。結局身体能力なんですよ。技術で強くなることはできるんだけど、結局最終的には身体能力になってくるの。だから簡単に言うと、超ド素人のポテンシャル高いやつでも、格闘技3年やってるやつで同じ体格のやつには勝てないでしょ。だけど、そいつも努力しちゃったら結局あれだから、もう才能とね、努力の、なんていうの、格闘技ってすごいんだよ。ほんと芸術なんだよ。ポテンシャルもあって、努力もしなければ勝てないっていうのがすごいの。だからスター性があるのよ。ナジームメハダの試合面白い。うん。結構ゲームのキャラクターとかになってますね、ナジームは。あれじゃなかったっけ？ブライアンホーク、ナジームがモデルじゃなかったっけ？違うかな？モンスターさん。確かそうだよね。ナジームってこういう変則の動きするやつじゃなかったっけ？違う？ナジームってそうだよね。こういう変則な動きしてさ、すごい避け方するやつだよね。上体反らしとかで。バーンって打つやつだよね。それ確かね、初めの一歩の、そうだよね。ブライアンホークはモデルです。うん。いや、褒めてあげて。うん。大事なことよ。ナジームは伝説ですね。うん。そうそう。初めの一歩のモデルになったの方がナジームさんね。あとゲームにもなってるね。結構流行ったゲームで、なんつったっけな。3D のね、クラウドとかの格闘ゲーム、なんて言ったっけ。誰かわかる人いる？格闘ゲームで、クラウドとかセフィロスが出るやつで、すごい流行ったやつ。なんつったっけな。誰かわかる？ど忘れしたな。ヒカルくんは強くなるだろうね。うん。蹴りだけ極めるのは強い。蹴りだけじゃ無理だね、格闘。エアガイツだ。エアガイツにも、ナジームっていう選手が出てきて、それモデルになってます。はい。エアガイツに、ナジームっていうキャラクターがいるんだけど、それもモデルになってるぐらいのスター選手ですね、ナジームは。うん。結構だから世界的なゲームとか漫画とかに影響を与えるぐらいのスーパースター選手。パンチングマシーン、今でもあるよ。今でもある。テコンドーはパフォーマンスあんまり強くない気がする。テコンドーは蹴り技のみだし、結局蹴りの重さじゃなくて、だから、アマチュアボクシングに近いと思うよ。ポイント制じゃん。もちろん強いは強いんだけど、最強ではないよね。うん。だから、蹴り技って当たらないはずなのに、なんで当たるのかって、いろんな伏線があって、例えばなんだっけ、ミルコ・クロコップがやってたのって、なんだっけ、右ジャブ打って左打つんだよ、フックを。で、その後に左から飛んでくるっていう変則なのね。パン、パン、こっから左から、上から飛んでくるから、避けたので倒れちゃうっていう。あ、竹原なんだ。だからね、結構みんなテクニカルにやってる。あと、ブラジリアンキックっていうのは、普通こうやって飛んでくるじゃん。こういう軌道でしょ。上段に見せて上からこう行くんですよ。ブラジリアンキックっていうのは、こう行って、膝から角度が変わるのね。うん。そう。こう。だから、中段でも、中段蹴りの見せてこう回転すんの。これブラジリアンキックって言って、体がしなるからできるっていう。日本人でも結構使いますね。ブラジリアンキックは。うん。だから軌道が読めない。ガードの縦から入ってくる。ガードしてても、こう来たらこう抑えられるけど、こう来て、こう縦にガンって入んの。格闘家はみんなすごい技持ってますよ。面白いよ。格闘技見てると。いろんなファイトスタイルがあって。
だから本当は解説員の方に回りたいんだけどね、大会の。脇腹はね、結構入らないですね。脇は結構ガードしやすいんで。だからカウンターで脇腹にもらうことが多い。カウンターに入ったらもう悶絶ですね。一撃アウト、肋骨ボキボキ。でもロンより証拠だかんな、結局オタクじゃんこれ。オタクだけどさ、じゃあお前できんのかよっつったらできないわけじゃん。だけど今回の試合の場合さ、本当にやらないとやられるからね。解説は石川紀之と TJ だね、うん、口でさ面白くできるかどうかじゃないんだよ。俺は本来さ、解説とかさ、ああでもねこうでもねっていうのが好きで配信者やってるのに、なんで殴り合いの方なんだよっていう、ね、いや笑えるよね。じゃあお前出てみろよっていう、ね、チョップとかはね、鎖骨折れって俺は親父に教わった。俺の親父格闘家で、今回テルチャンビンにもそれ使うんですけど、鎖骨折れたら腕上がんないんですよ。肩が上がんなくなるの。だから一発でもう終わりなのね。で、鎖骨っていうのは人体にいくつも骨がある中で一番折れやすい骨なんです。なんでかっていうと、ここチューブラリンに浮いてるから。だから鎖骨を折りに行きます、僕は。鎖骨を折ります、相手の。で、鎖骨折れたら、なんでこれ厄介かっていうと、鎖骨を折ったら、半年間ぐらいギブスつけらんないからくっつかないんですよ。だから半年間腕が動かないんです。僕は彼の鎖骨を折りに行きます、エルボーで。そしたら一撃で終わりです。あとは殴り放題。うん、本気で急所を狙ってくよ。ルールにのっとって。鎖骨折りに行くのは空手の技だから、対策多分載ってないよ、ネットに。いや、いっぱい必勝法あるんで大丈夫っす。相手の鎖骨ぶち折ります、僕。ここ鍛えられないんです。筋玉じゃない、鎖骨、ここ。ここの骨。いや、腕と肩を繋いでる骨なんだけど、一番折れやすくて一番厄介な骨なんですよ。そうだよ。うん。だから相手殺すつもりでやるっていうのはそういうことよ。だから俺のシャドウ見てごらん。鎖骨折りに行ってるから。上からエルボーかましてるから、こうやって状態で。空手の技なんだけど。よくね、フックがブレてるとか言われんの。リスナーから、分かってないリスナーから、フックの打ち方ちげえよとか言って。フックじゃねえから。エルボーで上から鎖骨折りに行ってんだわ。エルボーありっすね。エルボー膝ありです。死にますよ、打ちどころ悪かったら。素人なりに頑張りますよ。過激っすよ、かなり。16オンスなんで、ほぼパンチは当たんないと思ってるんで、大怪我させに行きますから。それくらいじゃないと勝てないっすよ。普通のキックじゃないっす、ムエタイルールっす。ハンマーパンチで降りに行った方がいいよ。モーションがでかいんですよ。だから超至近距離のクリンチかけられた時のカウンターで入れます、僕は。本当はハンマーパンチで降りに行くのいいんだけど、モーションがでかいの。うん。だからクリンチとかでダッキングしてきた時にバーンって入れるっていう。クリンチさせねえよっていう。うん。そういう作戦です。僕は3分間もうクリンチなしで行こうと思ってるんで。真剣味が伝わってくる。まあそのためにね、毎日毎日1時間半以上練習してるわけですよ。配信の収入が下がっても、うん、本来今ね収入上げたい時期だけどさ、リスナーが一瞬でも楽しんでくれるね、いい企画だったらね、そこに向けて頑張るでしょ、うん、1回の花火より1回の伝説でしょ、やっぱりリスナーが求めてんのは、うん、黒いのにした。うん。
黒。ダサいかな。うん。赤にしようか黒にしようか迷ったんだよね。黒にした。ダサい。ダサいかな。グローブはあった方がいいよ。グローブはあった方がいい。どうなんだろうね。やっぱ俺はリスナーさん沸かせるなんかやりたいね。記憶に残るようなこと。ダサくはない。大丈夫これで。うん。視力はね、乱視だから全く見えない。実は。うん。だから、至近距離に入ってるんですよ。僕は視力全然ないです。乱視です。ぼやぼやです。当て噛んでいきます。そう。素手の拳とかは、本当に鍛え上げておかないと無理。3年ぐらい。折れます。簡単に。グローブは自分の拳守るためから始まってるんだよ。だってそれそうじゃん。頭蓋骨って人体の中で一番分厚い骨なのよ。それで拳でぶん殴るんだから絶対折れるじゃん。だから拳って、もう、ボクサーってここ、ないんですよ。真っ平の。ボクサーとか空手家って。ほぼボコボコがあるのは人を殴ってない証拠なの。ここでかいとか意味ない。ここが一つになるぐらいボコってここ真っ平になるから。18オンス ?16 オンスか。練習用よりもでかいやつですね。パワーリフトをつけないですね。うん。仙道みたいな。幕の内戦対策で仙道パワーリフトをつけてたんですよ。それでとんでもない脚力を生み出したんですよ、うん、そんな漫画みたいなことしねえわ、うん、普段からつけてたんだよ。ベリ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 何の音だっつって。懐かしいね。集中しますね。昼間働いてるんだよ。メリハリつけないと。デンプシーロール、デンプシーロール、あれ実践的じゃないかんな。最後ラッシュかけるぐらいだったらいいかもしれないけど、デンプシーロールって本当に体に負荷かかるから、一瞬で全部の体力消耗するぐらいのやつなんだよ。なんかみんなね、フックの連打だと思ってるけど、違くて、ウィービングからの、サイドのステップあるじゃん。パンパンパンって。なんとか飛びみたいなのあるじゃん。横にこう、パッ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 って。全体重を移動したフックなんですよ。バーエンもうねえわ、うん。そう。だから難しいんだよ。デンプシーロールって。まあでも素人相手には有効かもしんないね。カウンターとか取れないだろうし。ギョンギョン言いながらデンプシー妄想に入る。うん。でもまあ、ウィービングとか使えるからね。あ、でも蹴り技あるからな。結構危ないと思うんだよね。前傾姿勢のモーションは。ボクシングルールだったら多分使ってただろうけど、今回のルールだと蹴りのカウンターがあるから怖いよね。だからデンプシーロールは多分出ないと思ってください。うん。リバーブローはかなり使えると思うよ。デンプシーロールで蹴りはショルダーブロック。無理無理無理。蹴りはめちゃめちゃ重たいから。めちゃめちゃ重いですよ。無理無理。そんな甘くない。
ショルダーで受けるってことは首にもらう可能性、テンプルにもらう可能性も上がるから。僕はですね、テルチャンピンって言って、ふわっちで今配信やってる子ですね。イメトレっていう枠で、テルチャンピンって枠やってますよ。トップページから探してみてください。テルチャンピンです。歯磨いてるの彼女ね。俺もう磨き終わったから。なんだ、歯磨き5分以上するからね。平均15分ぐらいするからね。めちゃめちゃ歯綺麗の。しかも、うなちゃんマンがおすすめの歯磨き粉を作るからね。バキのズールのような狂気。ズール飼ってたかんな。あれ、バキに飼ってるんだもん。うん、おやすみーリオン、また明日、いつもありがとね。ウェイトはね、俺の方が7キロぐらい多分重いっすね。僕増量してるんで。僕が今 77.7 なんですよ。多分70キロぐらいです、見た感じは。でも俺デブだからね。脂肪がかなり乗っかってるから。どうなんすかね、24歳でバリバリスポーツやってた子で運動神経めちゃめちゃいいんですよ。若いっすね。僕がもう32になるんで、7個下か。正直怖いっすよ。体重差結構あるっていうか、俺100キロぐらいまで持ってこうと思ってるね。当日まで。時間あるから。動けるデブになろうと思ってる。85までは増量しないとな。はい、血圧計いらっしゃい。体力バリバリだし、元サッカー選手で運動神経いいし、うん。抜けさくさん、こんばんは。反射神経いいよ。パルパルぶん殴った時飛び込んできたかもね。試合関係ない時はめちゃめちゃ体重重いよ。15キロぐらい落とすからね。普段デブですよ、ボクサーは。デブっていうかむっちりしてるよね。で、試合前にガーッと落としていくんですよ。ギリギリまで。でもボクサーの場合、ほら、体重制限とかがあって減量をやるから、今回体重制限ないからね。じゃあそろそろ寝るか。みんなありがとう。そろそろ寝まーす。今回の、スポンサーさんをご紹介したいと思います。今回花火くれた人を紹介します。サボちゃん、花火たくさんありがとう。サボちゃんから花火9発。もっくんさん、花火ありがとう。のんたんから花火9発。あやかさんから花火1発。合計花火20発でした。ありがとうございます。皆さんおやすみなさい。お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。